こんにちは。転売家でデミーフリです。今ね、ヨーロッパを旅行中で、えー、ドイツでトラムの切符を買ったんで、まあ、その券売機の使い方。まあ、これね、えー、ヨーロッパでは、えー、他の国、えー、ロンドン、パリ、リスブンも一緒でしたで。多分ね、これから行くスペインも一緒なんじゃないかなと思うんですけど、まあ切符の購入方法ですね。えーまあ、案内してくれてる人いるんですけど、 いまいち分かりにくかったり、やっぱ動画の方が分かりやすいと思うのでね、それを案内したいと思います。ちなみに、フランクフルートの、ね、トラム、こんな風に、えー、線路が路面電車ですね、引いてあって走ってるんで、これに、ね、方角見てで、Google マップを見て、で、たいね、こっちに行ってるなというのを検討つければね、えー、割と使える乗り物でした。まあ、おかげでね、フランクフルート滞在中は、 一度もタクシーを使わず過ごしてしまいましたんで、まあ、便利なんでね、ちょっと危険性はありますけど、危険性というのはね、ちょっとね、薬をやってる人は結構多いみたいで、これ、切符ね、買わなくても乗れるんですね、あの車掌さん、めったに回ってこないですし、市内の電車ね、だからね、なんか、えー、もう出来上がっちゃってる、出来上がってるのね、酔っ払いぐらいなら、まあ、ちょっとかわいいぐらいなんですけど、薬が風に入って危ない人も乗ってました。 降りたあとね、えー、ガンガン体をね、ゴミ箱やらなんやらぶつけて自虐行為をしてましたんでね、まあ、あれ、ゴミ箱ならいいけどね、まあ、人に絡んだりね、人に当たったら危ないなという感じがしたんで、まあ、子連れの場合とかね、女性だけの旅行者、あとね、男の場合でもまあスーツケースとかね、えー、荷物持ってる場合は、まあ、乗らずタクシーの方が無難かなというふうに思いました。で 電車の券売機、トラブルの券売機、これです。だいたい電車も一緒です。一緒っていうかね、確か一緒ですね。あの中身の、ね、言葉とかプログラムをちょっと変えるぐらいで、その、えー、フランス、ね、イギリス、えー、ポルトガルが一緒でしたで。まず券売機のね画面、こういうふうに表示されますのでタッチすると、で、えー、このイギリスのマークを押すと英語に変わります。ねまあ ドイツ語とかね、えー、フランス語とかスペイン語とか中国語よりは英語の方が分かりやすいんで、英語に変えました、ねでえー。英語に変えて、普通に1回券買うなら、このシングルチケット、フランクフルトっていうのをタッチします。でちなみにね、この下にある、えー、デイチケット、これはね、1日何回でも乗り降りできる、路面電車も地下鉄も乗り降りできるチケット。 でグループチケット、まあ、これ便利だなと思ったんですけど、グループチケットってね、5人まで乗れる乗車券です。で、後から値段、案内してますけど、大人チケット2枚買うよりグループチケットね、買った方が安いんで、2人以上の場合はグループチケット買った方がいいです。まあ、別行動するなら別ですけどね、一緒に行動するならグループチケット便利です。で、大人と子供を選ぶと。まあ、大人でしょうね。まあ、子供で1人旅する人、これ見てないと思いますんでね。 でえー、フランクフルト、ね、ドイツのシステムいいなと思って、ここまで押すと値段は勝手に出てきます。ね、行き先どうだとかっていうのは、えー、もうさっきのこの、どこに行くかね、空港なのか、あるいは単純に、えー、デイチケットなんかシングルチケットなのかで勝手に値段が出てきます。これ便利ですね。で、値段が表示されると。で、この2.9ユーロっていうのは、 フランクフルト中央駅から徒歩30分ぐらいの場所にトラムで行った時の値段です。でちなみに空港までの、えー、ボタンをタッチすると4.8ユーロと表示されます。でね、えー、大人1日券を買うと7.2ユーロ。で、えー、グループ券5人まで乗れるチケットを買うと11.3ユーロ。で、それから、えー、大人で、えー、 グループでね、5人まで乗れるので、空港を押すと16.4ユーロが表示されます。これすごいわかりやすいですね。フランスだとね、パリの北駅で切符買おうと思ったんですけど、なんかね、ゾーン、どのゾーンだというのをね、尋ねる画面が出てくるんですけど、ゾーンって言ったってどのゾーンかのね、案内が近くに表示されてないんでわかんなくてね、結局窓口に行きました。 そういう点ドイツはね、この表示も、えー、あれも合理的だな、さすがだなと思いました。で、最後に支払い。ね、クレジットカードの場合は、ここに、えー、このカードの時期のところを右下にして入れると。入れて引っこ抜くんじゃなくて、ただ入れるだけですね。入れて、で、暗証番号を押します。で、グリーンの、このね、エンターを押すと、変、えー、えると。で、小銭はここから。で、 紙幣だったららここから入れますでまあこれでねチケット買えますんで、えー、ヨーロッパで電車の乗り方、えー、券売機使う方分かんない場合はこの動画見てからやるとグッとやりやすいと思いますでね私は今、えー、ヨーロッパ3か月の日程で旅行中なんですけどこれもねアマゾン輸出ビジネスをやってるおかげとでアマゾン輸出ビジネスなら旅行をしながら収入を得られます でしかも今年はね、えー、これからオーストラリアアマゾンの物販が始まると。オーストラリアっていうのは、えー、物のは、ねえー、品揃えは貧弱だわ、値段は高いわでね、えー、逆に輸出をするとすごい儲かるチャンスのある市場です。えー、そんなとこでね、えー、なるほど、旅行の回数増やせればいいねとか、まあ、旅行しながら暮らしたいねという方はですね、こちらのメールアドレス、それからお名前を入力して登録するボタンを押してください。 アマゾン輸出の情報がお知らせしています。情報がじゃないですね。情報をお知らせしています。ご登録を待ちしています。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。